はい、皆さんこんにちは。畑野由和です。今日はですね、美脚エクササイズご紹介したいと思います。今日は立って行う美脚エクササイズですね、ご紹介したいと思いますので、ぜひね、皆さん道具もいらないですし、やってほしいなと思います。まずはかかと合わしまして、足のこの幅をですね、この足の幅を60度ぐらい、真ん中から区切ると30度ぐらいですね、のように60度に開きます。で、かかとを合わせてもらって、まずその状態で肋骨を締めるようにお腹に力を入れます。この状態から手を肩に当てて、肘を前ですね、横から見ると上腕が床に対して水平を維持したまま肘を前にします。この状態からまずは股関節を後ろに引くようにして、膝を開きながら下がっていきます。横から見ると後ろに椅子があると思ってもらって、このような感じですね。お尻を突き出して、股関節を後ろに引いて、お尻を突き出す感じです。で、下がる位置は、太ももが床と水平までいかなくても、もちろん全然いいので、お尻を後ろに突き出して、お尻の筋肉が分かれば OK です。お尻の筋肉の緊張を感じたそこでストップ。もちろんね、骨盤から上が丸まらないように、骨盤から上はまっすぐで。で、この時に、肘はね、前から。お尻は後ろから引っ張られるイメージを持ちます。お尻下がって、お尻の緊張を感じたら、肘は前から。お尻は後ろから引っ張れる感覚、持ちます。もう一回いきますね。スタートポジション。膝を開きながら、お尻を突き出す。この姿勢から、かかとつけたまま、かかとを上げます。ここから膝を伸ばしながら、かかとを上げて下げるという動き。もう一回言います。下がって、膝を開きながら、股関節を後ろに引く。上げる。この状態から、かかとを上げて、内ももを締めます。で、戻す。で、使う筋肉は、前に言ったように、先ほど言いましたように、下がるときはお尻ですね。お尻。で、ここから、かかと上げたら、ふくらはぎの内側を意識します。ここから、内ももを意識しながら、膝を締めていく。で、ダウン。最後は、内ももを締めていって、ここの幅を狭くするような感覚です。これを10回行ってほしいなと思います。お腹、お尻、内もも、ふくらはぎの内側、足痩せ。美脚にとても大事な筋肉ですので、ぜひね、引いて、上げて、内ももで締める、ダウンという動き、この動きをやってみてください。目標、10回ですね。10回を足の指噛まずに、ちゃんと親指に体重乗せて、かかと上げれるところで、しっかり下げるところまで丁寧に行ってほしいなと思います。皆さん、頑張ってください。また明日もお会いしましょう。さよなら。チャンネル登録もよろしくお願いします。